一番ブチギレたこと人生で。やっぱりあれやな、自分の子供がこんなんなってへん思って東京で出会いに行ったやん。それで還暦祝いしてもたことがブチギレたな、あれ。長いこと出ようてへんのには、まあ、東京行っておるかそこら行ったのまるまるお前、まあ、土産こうで帰るわけいけへんし、まあ、出会わんと帰ってこんな思っとったからな、うん、腹ほぐとったから。それで出会えて還暦祝いしてもうた。僕が頼んで言うたしてくれたさけん、さあもうヒカルさんとお前さん、名人さんや笹根さんにほんますまん思っとって今でも。次じゃあ、カルさんが前さんになるならどっちになりますか？それはやっぱり今となってはヒカルさんか。やっぱりなかなか 50% 50% だけど、お前 50% 50% 今の時点やったらな、うん、言ったことない、うん、先さやけんな、お前。あ、次これ結構シビアなやつが来ますね。離婚を考えてます。子供にどう伝えればいいと思いますか？子供に伝えるんやったら、まあ風邪ひかんと他社で暮らせるいうことやな。何がおかしい？なるほど。前津さん、光さんが生まれた時の気持ち、それぞれ教えてください。兄ちゃんの光一が生まれた時は嬉しかった。ほんまに嬉しかった。20% パワーアップしたし、やっぱり嬉しかった。だけど、こんなん言ったらいかんねんけど、ケータン生まれた時は動画でもまあ言うかも分からへんけど、まあ嬉しいのは嬉しかったけど、あんまり嬉しいなかった。ピースしてください。映ってない。え？おかんとの結婚指輪まだ持ってますか？いや、何も持ってない。持ってない、うん、どこ行った？記憶にないな。